石油王と再婚することになったの。悪いけど離婚してくれる？は？信じられる？あの石油王よ。私の再婚祝福してくれるよね？何言ってんの。石油王とリナが知り合いになんてなれるわけないじゃん今話題のクラブハウス知らないの？音声版 SNS よ。知ってるけど。そこで出会っちゃったのよ。なわけねえだろ。本当なんだって。その石油王は日本語喋れるのかよ。ペラペラよ。英才教育で何カ国語も喋れるらしいのよ。絶対嘘だ。騙されてる。証拠もあるもの。家の写真も見せてもらったわ。恐ろしいほどのお金持ちよ。で？だから離婚して私は私で幸せになるわ。石油王と幸せになれよなんて言うと思ったが。うん。子供はどうするんだよ。リクはまだ5歳だぞ。もうあなたの実家に預けてきた。は？ちゃんと離婚することも報告したし、ご挨拶もしたわよ。私、そういう常識はちゃんとあるから。それ以外の常識がないから困ってんだよ。お母さんたら、なんか怒鳴ってたけど、私がお金持ちになったら、あのババアの顔面を札束でペシペシしてやるんだ。お前さ、目覚ませって。石油王を語った詐欺かなんかだから、写真なんてどっからでも拾ってこれるんだし。だから違うんだって。分かってないな。口座の明細も見せてもらったのよ。もう数えきれない額よ。それも嘘に決まってるだろ。うるさい。私の幸せを邪魔するやつは馬に蹴られて潰されちゃえ。後悔しないんだな。後から泣きついてくるなよ。するわけないでしょ。そうかな。俺には近い未来、お前が泣きつく未来が丸見えだけどな。もし私がそんなことしたらいくらでもお金払うわ。その前に慰謝料払えよ。なんでよ。それって浮気と一緒だろ。まだ彼と会ってないの。今から会う予定なんだから浮気にはならないわよ。会ってもないやつよく結婚を決意できるな。大抵のことはお金がカバーしてくれる。あなたみたいな中堅サラリーマンと一生を得るなんてごめんだわ。悪かったな、中堅で。じゃ、出ていくわね。今から？そうよ。何のためにリクを預けたのよ。荷物は置いていくから全部処分して。すべて新しく買い直して人生一からやり直すの。いいご身分だな。新しい人生の幕開けよ。ワクワクするわね。一つだけ約束してくれ。絶対に戻りたいなんて言うなよ。言うわけないでしょ、バカね。ならいい。あとは好きにしろ。離婚届冷蔵庫の中に入れてあるからちゃんと書いて出しておいてね。なんで冷やす必要があるんだ。貯金全額もらっていくわね。財産分与ってことで。500万全部か。あなたにはマンションがあるでしょ。これだけで勘弁してやるんだから感謝しなさい。石油王と再婚するのにそんなはした金いらないだろ。お金はいくらあっても困らないの。じゃあね。僕は宗介、32歳のサラリーマンです。妻のリナは一つ年下の31歳で、結婚して6年目に入るところでした。僕の年収は760万程度なのですが、普段からお金への愚痴が止まらず、いつも稼ぎが悪いと文句ばかり。宝くじやギャンブルで増やそうとして家計を赤字にしたりと、とにかくお金に執着する女です。だから石油王と名乗る男が現れれば騙されても不思議ではありませんが、あまりにも愚かすぎて。俺に妻はいなかった。これからは愛する息子と共に暮らしていこう。そう思っていた僕にニナはさらに追い打ちをかけるのでした。ちょっとお金貸してくんない？石油王の妻になろうとしてる女が金の無心か？違うの。本物のお金持ちだから現金はあんまり自分で持ち歩かないんだって。その石油王は一人なのか？そうよ。普通お付きの人とかいるだろ。絶対騙されてるな。今回はプライベートな旅行なの。だったら現金ないのはおかしいだろ。何もかも怪しいんだよ。気づけよ。今泊まってるホテルどこだと思う？どっかのスイートか何かか？ブッブー、大人のキラキラネオンホテルでーす彼は庶民の文化を堪能したいんだって。お金持ちならではの発想よね。なんでお金がないんだよ。だからディルハムの両替が日本じゃ難しいらしいのよ。
ディルハムってアラブの通貨か？銀行行きゃなんとかなんだろう。それになんでそのまま持ってきたんだよ。カードくらいあんだろ。彼は現金主義なの。お前の浮気には1円も貸さないぞ。もう浮気じゃないわよ。離婚届は出したんでしょ？ああ、昨日出した。彼がリクを引き取ってもいいと言ってる。一緒にドバイに連れて帰ろうと思うの。は？ふざけんな。リクにとってもその方が幸せよ。最高の環境で最高の教育を受けられるのよ。だからそんな話俺は信じないって言ってんだろ。私は彼に会って確信したわ。彼は本物の石油王よ。まず品格が違うもの。リクは絶対に渡さない。そんな得体の知れない男に会わせるわけにはいかない。お金は油田の数だけあるの。心配しないで。油田なんかどうでもいい。リクは俺が育てる。もうお迎えに行っちゃったもんね。なんだって？幼稚園なんか行かなくても平気。後で最高の教育で挽回するから。お前正気か？母親が我が子を迎えに行って何が悪いって言うのよ。絶対に取り返すからな。妻と息子の幸せも願えないのね。本当に小さい男。すぐに連れてこい。そしたら許してやる。ダメ、彼と一緒に育てるの。覚えてろよ。あなたごときが大富豪の財力にかなうわけないでしょ。待ってろ、必ず後悔させてやる。のんきに温泉ですか？石油王さんは温泉を楽しんでおられますか？は？なんで知ってるのよ。リクのカバンのマスコットにGPS 仕込んどいた。いつこうなってもいいようにな。金はないくせに悪知恵だけは働くわね。早くリクを返せ。親権者は俺なんだからな。私の子よ。親権者の同意がなく連れてったよな。あとは警察に判断してもらおう。ふざけたことしないで。だったらすぐにリクを返せ。俺は隣の宿に泊まってる。リクがいれば養育費もらえると思ったのに。石油王の妻が養育費だの耳っちいこと言うんだな。彼は帰国するまで現金がないの。だいたいそいつ本当にアラブ人なのかよ。さっきロビーで見張ってる時に顔見たけど、ただの顔が濃いめの日本人じゃねえか。彼の母親は日本人なの。嘘のオンパレードだな。嘘じゃない。来週には一緒にドバイに帰るんだから。ドバイじゃなくて東北の山奥だろ。は？山本健一、実家は農家。石油どころか温泉も掘り当ててないただの凡人だ。え？どういうこと？以前にも結婚詐欺で何人も騙してて全国指名手配中だよ。そんなバカな。ネットで見てみろよ。すぐ出てくるぞ。嘘、これ彼だわ。だから言っただろ、石油王がそこら辺の主婦と恋に落ちるわけがないんだって。じゃあこいつはただの田舎者ってこと？顔が濃いのをいいことに、今まで何回も石油王を名乗って何人もの女性を騙してる極悪人だよ。騙された。通りで金がないと思った。お前がアホなのが悪い。普通誰だって気づく。今温泉入ってるの？日本の温泉最高ですねとか言って私に宿代まで出させやがって。悪いけど笑っちゃうわ。無様な結末だな。私もリクと一緒に連れて帰って。はい。同じ人との再婚は100日待たなくていいそうなの。すぐに席を入れ直しましょう。やだよ。リクにもママが必要よ。一度自分を捨てた母親なんていらないさ。持ち出した預金も返すわ。あと15万くらいしかないけど。は？たった数日でそんなに使ったのか？彼が時計を忘れて300万のを買うから立て替えてくれって。あとアラブ人のあの白い衣装じゃ目立ちすぎるからってヴィトンで服買ったり。アホすぎる。絶対戻ってこないぞ。そんな。お前ができることはそいつを警察に突き出すことだ。今通報したからもうすぐ来る。気づかれないようにつなぎ止めておけ。隣散らして問い詰めてやりたい。そんなことして逃げられたらどうするんだよ。てかもうお風呂行って1時間以上経つんだけど。まさか逃げたんじゃないだろうな。嘘。捕まればいいけど無理か。あの野郎、私がとっ捕まえて時計だけでも取り返してやるんだから。リクを連れて行った件で警察には通報したから、お前も人事じゃないけどな。本当に警察に行ったの？俺がどれだけ心配したと思ってる。私がリクに危害を加えるわけないでしょ。俺の許可なく勝手に連れ出したんだ。お前の責任が大きい。やめてよ、十分ショックなのに。これ以上追い込まないでよ。
なんでお前が被害者みたいになってんの？冗談じゃないんだけど。だって石油王と再婚して幸せになるんだろ。二度とよりを戻したいなんて言わないって誓ったよな。そんなこと言ってない。履歴見ろよ、はっきりと残ってる。そうすけ、お願いだから私のこと許して。妻としても母としてもちゃんとやるからさ。俺の両親も絶対に許すなと言ってる。お前の親もな。親には家買ってやるって言っちゃったのよ。お前以外誰も石油王の話なんて信じてねえんだよ。そうなの？お前が勝手に浮かれてはしゃいで自滅しただけ。たく情けない。私ダサすぎるじゃん。一生後悔しろ。いやよ、私も一緒に連れて帰って。俺の車リクしか乗れないんだ、ごめんな。そんな、こんなところに置いていかないで。その後無事にリクを確保、シクシク泣いているリナを置いて俺は車でキロに着きました。駆けつけた警察は道中で顔の濃い日本人を見つけ職質したところ、高級時計とヴィトンの派手な服を着ていたという僕が提供した情報から自称石油王を逮捕したとのこと。これ以上騙される人がいなくてひとまず良かったですね。リナに浮気の慰謝料請求もしっかりさせてもらいました。使い込んだ預金も請求できそうです。俺とリクは仲良くやってます。週末はリクの自転車の練習です。パパ頑張ります。